じゃあ今日は無理ですか。なんだよその寂しそうなこと寂しいこと言うなよ一人ですかって。すいません、すいません、お前は俺やないか。急遽読んじゃって申し訳ございません。いや、とんでもない、とんでもない。いやー、湯田さん、お聞きしたいことがあって、はい、僕も野球大好きでずっと試合見てるんですけども、お前は好きやな。大好きなんですよ本当に。でずっと見てるんですけども、まあシーズンの1ヶ月ちょっとね、開幕してからってから、こう球団によって色が出始めたなと。その色というものは監督色っていうところがすごいこう顕著に現れたんじゃないかなと思ってるところがあるんですよね。こう見てて、こう寂しい球団と、もう例えば寂しい球団どこやねん。申し訳ございません、 DeNA です。あ、寂しいか。僕ちょっと寂しいんですよ。え、どういうところは寂しさ感じるんだよ。中畑さん、ラミレスさんとか、こう なんですかね、何かこうしてくれるんじゃないかっていうアグレッシブなところがあったんですけど、なんか今こうすごいこうおとなしい、言い方悪いです、おとなしいみたいな、うん、まあ、監督が熱いか熱くないかっていうのは大きな問題でさ、はい、まあ、例えば中畑監督なんていうのはさ、やっぱり弱いチームを率いたわけ、はい、だから自分が先頭になってついてこいみたいな、そういう感じじゃないとさ、やっぱ選手を鼓舞できなかったんだよ。まあ、例えば口悪いけど負け犬の集団みたいなさ、はい、そういうところがあって、お前たちそうじゃない、できるんだからついてこいみたいな、はいはい、来いみたいな熱さが必要なんだよ。プロ野球も興行だからさ、はい、やっぱそういう厚さっていうのは指揮官にはすごく大事だよね。その空気は伝わるんですか、選手とかに。やっぱ伝わるよ。まあ大体選手は監督の顔を見ながら野球をやる子もいるから、はい、まあ例えば代打行くぞってパッと見た時に、まあもちろん今準備してるよ、裏で準備してるけど誰がおるかなってパッと見た時に、目と目があったらよしお前行ってこいって、はい、まあそういうあうんの呼吸っていうのはすごく必要でさ、だからやっぱり熱くないと何考えて座ってんのかわからない、パッてじーっと座ってて、はい、もうわからないよ何を考えてんのか、監督っていうのはね。ということはこう喜怒哀楽を全面に出した方がいい。まあ全部が全部出したらいいっていう問題ではないけども、はい、やっぱどういうチームを率いてるかどうかだよ、はいはいはい、まあ例えば弱いチームだとか負けが込んでるチーム、勝ってるチームでさ一人はしゃいでるとあいつアホかっていうふうに言われるけど、まあ例えば弱いチームが元気がなくなった、やっぱり一番先頭は誰が元気を出さなきゃいけないかって言ったら監督なんだよ、はい、ピカイチね、そういうことができたのは中畑監督だよ。うわ聞きたい、そういうこと。やっぱりね元気があったよ、はい、下見くな、諦めるな、もうこれを口酸っぱく言ってた。なんかこう中畑監督の印象としては、あの甲子園やったと思うんですけど、こう審判に試合終了の抗議に行ってはったシーンが、まああれはマートンかなんかがホームスライディングして、はい、黒羽完全なタイミングがタッチアウトなのにビビって浮いてたんだよな、はい、結局は判定ではやっぱこうビデオ見たらセーフなんだけど、でもああいう熱さを伝えながら選手にも体を張れっていう、その時はコリジョンなかったからね、はい、体を張ってやるんだよっていうようなことをやっぱ教えてるんだと思うよ。なんかこうファンからするとやっぱああいう姿勢といいですかね、うん、監督自らがああやってこうグラウンドに出て感情を表す時ってこうやっぱファンとしては楽しいんですよね、うん、やっぱそりゃそうだよな、はい、まあ例えばさチームでも円陣組むじゃない、はい、でバッティングコーチがこう指示を出す、そういうことじゃなくてやっぱこう円陣組んだ時に監督がバッと行って言うのとは全く違うよね。それはやっぱり監督っていうのはそのぐらい の決定権もあれば権威もあるよ。だからそれをやっぱりやらなきゃいけないチームっていうのはやっぱあるよね。それと同じくこう広島のブラウン監督とか、ああベース投げてなその次の日 T シャツができてるだろとかね、はい、まあでもそういう暑さがないとやっぱ勝負してるわけだから、なんか歌で言えばさサビがないみたいな歌になっちゃってるわけよ今。やっぱサビ作らないと一試合の中で、うん、いけみたいな、はい、ね、そういうのっていうのはやっぱ大事だと思うよ。なんか今のこの順位を見てるとそれが顕著に現れてるんじゃないかと。まあ特徴的に言えばさ、はい、ピッチャーの監督っていうのは星野さんは別だよ星野さんは別問題、例外中の例外だから、はい、ピッチャーの監督っていうのはさ、はい、ちょっとおとなしい人が多いな。元巨人の藤田監督、はい、まあ亡くなられたけどさ、あの人も熱かったんだよ。そうなんですか。
いや、めちゃくちゃ暑かったらしいよ。いや、賞金の問題で、そっちですか。いや、まあ、例えば、はい、賞金が出てたような話があって、野手の方が多いと、ピッチャーが少ないと、ね、そういうことの不満が出たときに、はい、監督がポケットマネーで、コーン、持ってけみたいな、まあ、これは噂話だけど、はい、まあ、そういうこともあったぐらいに、なんかこう、カッカしてやってたというさ。まあ、そういうことは話聞くし、村山監督っていうのも阪神のね、はい、あの人もその1球のストライクボールの判定に審判に体当たりしに行ったぐらいの熱さがある人だったんだよ。でも最近のやっぱピッチャーの監督っていうのは、まあ、全体的に言えばこうおとなしいよね。で、ヤクルトの高津監督が、まあ、去年怒りまくってて、ピッチャーもう1イニングで変えるとかさ、先発ピッチャーを、そういうことを繰り返しながら自分の熱さを伝えていって、今のそのチームを作ってきてると思うんだよ。やっぱね、熱さっていうのはすごく必要。まあ、ソフトバンクの工藤監督っていうのは冷静に見えて熱い男だし、あのぐらいのチームを作り上げたらさ、別に騒ぐ必要もないよね、うん、親みたいな気持ちでこう 見てるって感じ。そうだな、ただ大人のチームだからね、選手がやること分かってるから、はい、まあ、例えば原監督とか、まあ、辻監督もおとなしそうだけど、やっぱ戦略があるよね。まあ、矢野監督もやっぱ選手と一緒に喜んだりだとか、まあ、喜び方は別問題として、まあ、熱さもあるよね、はい、だからやっぱこう興行もしてるし、ファンも見てるし、そういうことを考えると、やっぱやってて熱さを伝えていくっていうのは、ファンにだけじゃなくて、やっぱ選手もやっぱこう乗っていけると思うんだよな。お前どこに文句を言ってんの？ちょっと寂しいなっていうところです。どこが寂しいんだよ、特に。やっぱりこう今無観客、ね、見なくなったの。どこや、見なくなったんですよ。どこを見なくなったんだよ。球団ですか？お前大体いろんな球団見てきたよね。ほぼ試合全部見てる。そうだよ、どこが面白くないんだよ。お前最近広島とか言っちゃったな、お前。なんかちょっと寂しいというか。まあ笹岡監督はね、もともとこうおとなしい好青年、ジェントルマン、だからやっぱこう一つ控えめに見てるっていうところはあるよね。だからああいう監督が、まあ、広島の監督って、まあ、尾形は熱かったけどな。だけどなんかこうおとなしく見えちゃうんだよね、なんかね、なんかね、うん、ちょっと寂しいです。いや、だから笹岡監督でももうちょっと前に出てきて、わーっと言えば、まあ、今マスクしてるしさ、表情も分かんないからな、暑さがなかなかうまく伝わってないのかも分からないけど、はい、だけどもっと暑くてもいいよな。そうですね、うん、もうあの金本監督ぐらいね、ベンチ蹴り上げるぐらいの、まあ、いや、それはまあ金本監督は暑かったし、片岡は威圧してるしな、それはやっぱり選手は大変だったと思うよ。でもそういう緊張感も大切だし、はい、暑さも大切だし、一番大切なのはこの監督を男にしたいっていうね、そのぐらいのこう思いが芽生えると、選手と監督の間にね、まあ、一番いいのかなって思うけどね。そしたらチームの見え方ってすごくチームワークがよく、チームのために戦ってるっていう姿が見えるようになってくると思う。石井監督はどうなんですか？今楽天1ですよ。まあ冷静だよね。そう、厳しさをちょっと感じるんですよ。言葉であんまり言わないですけど、この厳しさは感じるんですよ、うん、まあ遠慮はないよね。それは遠慮ないよ、 GM 兼任だもん。それはやりやすいよ、お前。まあ原監督もそうだよ、はい、まあ GM 兼任みたいなもんじゃない、はい、全面監督だから、はい、それはね、そういう権限を持たせてくれたら、それはやっぱチームを率いるのにやりやすいと思う。ただやっぱこう熱さを感じないというか、まあ心は熱いんだと思うよ、熱いんだと思うけど、伝わらない人が増えてきたな。野村監督でもさ、座ってたけど、やっぱ頭をぐるぐる回ってたしさ、ミスした選手なんかこう呼びつけて、もう公開説教みたいなさ、そういうこともしてたし、古田さんとか、そう、はい、だからまあそういう監督が減ったよな。そう、お前のおっしゃる通りに、いやいやいや、熱さを感じないっていうのはあるかも分からない。これ一回じゃあやっぱり中畑さんが良かったって言われたんですけど、やっぱ最後中畑さん呼んでいただけないですか？いや、呼ぶよ。そういう話ちょっとぜひ。いや、熱く語ると思うよ。彼は絶好調。まあ絶好調、まあ絶好調の秘話とかさ、そういうの聞きたいけどな。聞きたいですよね。
でも永田監督には悪いけど、やっぱ弱いチームだとかさ、若いチームを率いさせたらやっぱいい監督だと思うよ。強いチームがダメだっていうわけじゃないよ、はい、あの人はやっぱ先頭に立ちたがるし、やっぱ引っ張っていく人だから、はい、それを強いチームが好むといいけどね、うん、でも弱いチームって必ずこう引っ張っていく人が必要で、チームのリーダーっていうのが必要だよ。でそういうことを考えると、やっぱ永畑監督なんていうのは適任だと思うよね。あの人の熱さっていうのをさ、もう熱くもうキャンプ前に燃えすぎちゃった、お前初日インフルエンザにかかっちゃったから新聞で俺が電話して手振ってって上から、それ初日に監督がいないっていうのはないわ言うて、遅くなって手振ってたけどまあ永畑監督読みます、はい。